どうも皆さん、ごきげんよう。ハンクと申します。本日もご視聴ありがとうございます。ということで、今回ね、久しぶりに飛空城の、穴熊がね、今どうなっているかっていうのをね、ちょっとお話ししたいと思います。前回ね、穴熊動画出したんですけどね、まあ意外と好評で、でね、あれからちょっと改造もしましたんでね、今回新しく作っております新穴熊をご紹介したいと思います。はい、今こんな感じでやってるんですけども、前回はですね、ギムオとゼルギウスが入ってたんですけども、新しくクリスマスのファとクリスマスのエイリークが、新しく穴熊入りしました。とりあえず一人ずつじゃあご紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずはね、新しく穴熊入りしましたクリスマスのファから見ていきましょうか。キラー星のブレスがね、麻婆揚げ連星にしております。で、まあ武器の効果によって守備魔法が6ずつ上がってますよという感じなんで、まあ魔法がね基本58で、ここで武器の効果で6上がりますんで、64ですね。でパーティー全員が従順の紋章をつけてますんで、魔法がな、80かな、80まで、上がります。まあ守備もね、60後半ぐらいまで、まあ、上がりますんで、まあなかなかこのクリスマスのファにダメージを通すのは難しいんじゃないでしょうか。ここをね、先に行くよりもまずどこかをくり抜かないと、多分ね、直接はこのクリスマスのファにね、ダメージを与えることは非常に難しいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ次もね、新しく穴熊に加入しましたクリスマスのエリーク見ていきましょう。はい、ランタンの杖ということで、まあ自分を除く最も攻撃が高い味方の守備魔法を上げますよと。これめっちゃ穴熊にいいんですよね。じゃあ一体この中で誰が上がるのかっていうと、ここなんですよ。はい、ここのスルトが上がります。これね、魔法下げのね、個体値なんでね、ちょっとね、周りに比べたら低いんですけども、攻撃力が非常に高いんで、守備魔法が5ずつ盛られますよという感じですね。でね、このポジションと、このね、右下のスルと距離がありますんで、従順のモーションの距離じゃないんですよ。うん。っていうことは、このファと、ヘクトルと、このエイリークの3つしか受けないんで、プラス12って感じですね。34からプラス12が入りますんで、46。はい。で、このバフが、エイリークのバフがありますんで、51まで魔法が上がりますね。まあ、さらにね、ここで、魔法がプラス3されて、ここでね、魔法がプラス3されるという感じなんで、結局いくらになるかちょっと計算わかんないですけど、まあ、カチカチですね。うん。で、ここで、火炎も足してるんで、何回か攻撃当ててると、火炎がね、溜まってしまうと大変ですね。うん。めちゃめちゃ守備が高いんで、火炎をね、多分受けると、ほぼ即死じゃないのかなというようなイメージですね。まあ、基本的には、もう、近寄らない方がいいですね、このスルトに関してはね。うん。基本的に攻撃もね、もう確実に仕留めれる状態で行った方がいいですね。うん。ちまちま当てて火炎が溜めてしまうとね、厄介になると思います。はい、エイリークのついでに左上のスルトもね、まあある程度ご紹介できましたんで、まあ割愛させてもらいますね。じゃあ次はですね、右下のスルト見ていきましょう。こんな感じですね。攻撃下げ、守備上げのスルトですね。で、A スキルにね、守備魔法の状態ついてますんで、守備魔法がモリモリですね。で、3人から従順の紋章の恩恵を受けますんで、守備魔法がプラス12、魔法の大紋章がありますんで、まあ、魔法に関してはプラス15入りますよという感じ。58かな。うん。まあ、そこそこ、魔法受けはできますね。まあ、守備に関してはね、もう飛び抜けて高くなりますんで、まあ、基本的には、まあ、遠距離物理は通らないよという感じですね。で、基本的に、いろいろ見てきたら、ここからこうね、遠距離で攻める人っていうのは結構多いんですよね。それでもね、やっぱなかなかダメージが通らないんですよね。例えば、通ったとしても回復するし、相互援助ありますんで、その横のヘクトルの HP をもらうという感じの動きになりますんでね、なかなかね、ここの突破は難しい。うん、で、飛行がいないとね、ここにも乗れないしね、これをこうそう思ったらね、飛行しかいないですね。飛行遠距離。で、踊り子がないと、ちょっと厳しいですね。
で、ね、基本的にここね、もう言っちゃいますけど、ダミーなんでね、なかなかね、ここがね、大体本物じゃないかなっていう人、大体多いんですよね。うん。ここをね、1ターン、2ターン避けてね、まあ動いたりするんですけどね、まあ最終的にね、ここをね、避けてると、やっぱターン切れの原因になったりもしますし、でね、このスルトを突っつきまくると、祈りが発動しますんでね、うん、溜まってしまうと非常に厄介。もう基本的にこのスルトはね、もう倒せないよというような感じになってしまいますんでね。あんまりね、あの弱い攻撃で突っつきまくると良くないかなと。うん。確実に削っていけるようなもので、やっていかないと、なかなか突破は難しいんじゃないかなと思います。はい、では最後に我らがアナグマリーダー総選挙ヘクトルを見ていきましょう。こんな感じですね。はい、ウェルクトの槍、魔防錬成ですね。敵から受けた時魔防プラス7されますよという感じで、相互援助で奥義が正盾っていうんかな、分からへんですけど、2距離攻撃のダメージを 50% カットしていこうと。基本的にね、まあここから2距離攻撃する人多いんですけども、まあダメージは取らないですね。まあ、なぜかというと、まあ、ここにね、守備魔防の紋章がいて、で、ここに魔防の紋章、で、ここに魔防の大紋章、で、全員の、従順の紋章を受けますんで、一体いくらになるんだろうね。70いくらかなるんかな、ちょっとわかんないですけど、基本的にアナグマパーティーと勝負するときっていうのが、スルトをね、倒せるようなパーティー構成にしてる方が多いんですよね。基本的に赤魔法がね、まあ、中心に組まれてるんですけども、基本的に、この総選挙ヘクトル、まあ、赤魔のダメージは、まあ、まず通せないと。基本的にはもう緑魔法なのか、まあ、ハンマーを持った攻撃力の高いやつで、まあ、おびき寄せるみたいな感じでないと、なかなかこのヘクトルは倒せないですね。うん、まあ、2距離からはもう多分倒せないもんだと思ってもらっていいんじゃないでしょうかね。で、相互援助もありますんで、まあ、ダメージ食らってもそこら辺にいるやつから、まあ、HP 取ってくるし、うん、これはね、非常にね、厄介ですね。基本的にこれダメージ与えるとね、前突っ込んでくるよりも、この辺のやつらにね、あの相互援助でね、回復を求めに行くんで、基本的にこの場所からあんまりね、動かないんですよね。うん。それもね、非常に厄介な感じのスキル構成にしておりますんで、これはね、ここから突破するのは非常に難しいんじゃないかな。基本的にどっから突破するのもね、まあ、難しいって言ってますけどね。まあ、動画の最後にね、突破してるやつがありますんで、それぜひ最後見て終わりましょうか。はい、じゃあ先に、このかわいそうな、人からご紹介しましょう。はい、ラインハルトが10突、リンが1突、オリビエ無突、カムイ10突、エイルが無突という感じのパーティーがね、攻めてきましたんで見ていきましょうか。はい、いきなりトラップをカムイで踏んでいく、でエイルでトラップも踏んでいくみたいな。はい、どっから攻めていくんでしょうか。注目です。はい、やはりそこですね。はい。で、これね、なんで今ね、ヘクトルを殴ったのかっていうのがね、問題なんですよね。回復の塔をね、先に、倒しといた方が良かったんじゃないかなという感じですね。はい。で、固定ダメージがすごいでかいんで、あまりね、こう、アナグマの近くには寄らない方が、本当は良かったんですけどね。はい。まだね、ダメージは何一つ受けてないですね。ずっとゼロですね。はい。はいはい。で、ラインハルトがね、まあまあいいポジションを取ってるんですけども、目の前にね、スルトがいるんでね、なかなかね、逆賊なんでダメージ通らないですね。はい。でもね、オリビエはおそらくこれ、やけくそですね。はい。で、これでファを狙っていく。ダメージはゼロ。基本的にも相手からの攻撃はもうすべてゼロでしたね。はい。何にしてもダメージが通らない。非常にね、かわいそうな方でしたね。やっぱね、俺自身がね、階級が低いんで、この階級でね、こういうことをやっちゃダメだなって思いましたね。はい、じゃあ最後にですね、このアナグマを突破した方ご紹介しましょう。はい、セシリアが無突で、ジョーカーが1突、エイル無突、はい、で、ソレイユが8突、アクアが無突。さっきよりもね、突数がね、まあ圧倒的に少ないんですけども、まあすごくよく考えて動かれたんだろうなという感じでしたね。このね、ソレイユに注目ですね。ソレイユがめちゃめちゃ強かった。はい。勇気ある行動がありましたね、ソレイユの。
まあ、ソレイユに、ね、見といてもらったら分かるんですけどね、ガンガンソレイユがね突っ込んでくるんで、うん、この人なかなかすごかったですね。はいはい、いいところにね固定ダメージの塔がありますね、あれ。はい、ソレイユ突っ込んでくる、そしてさらに突っ込んでくる。はい、すごいポジションで止まりましたね。はい、総選挙ヘクトルの目の前で止まる。はい、これダメージ計算されてたんですかね、これちょっと残るよみたいな。どうなんだろうね、うまいですこれ。はいはい、で杖のエリークを倒す。はい、疾風陣内動くで逃げると、非常に立ち回りがうまいですね。はい、さあどうするか、とりあえず一旦距離を置く。はいはいはい、残りターン数も減ってきてますね。はい、どうするんでしょうか。おお、踏んでしまう。はい、強いねやっぱりそれ言う。はい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 、さあどうなる。はい、最終ターンですかこれは。はい、強い。これねセシリアがね、これ捨て身のタックルをしたんですけどね、こうするしかなかったんでしょうね。はい、という感じでご視聴ありがとうございました。それではまた。